グローバルボーイズグループ、上腕、JO1、土与那城賞、大平翔生、金城碧海が17日、都内で行われた映画、アウト、公開中の公開初日舞台挨拶に出席。大平が舞台上でフォローされる一幕があった。ヤンキー漫画、アウト、実写映画化累計発行部数650万部を突破するヤンキー漫画、アウト、秋田書店、ヤングチャンピオンコミックス、3が実写映画化。監督、脚本は、ドロップ、でヒットを打ち出した品川博史。原作は、品川の中学からの友人、樋口達也の青年時代を詰め込んだ実録物語。今回は、主人公、樋口達也役の倉勇気、妄想族、残人、メンバー、総長の丹沢敦史役の大悟小太郎、副総長の阿部陽駅の水上講師、特攻隊長の長島敬吾役の上腕の与那城、新鋭隊長、目黒修也役の大平、期待のルーキー沢村亮役の金城、ヒロイン、皆川千尋役の乃木坂46の与田祐希に加え、渡辺麻里奈、杉本哲太、品川庄司の庄司智春、そして品川も出席した。バル、大平翔生、関止まらずもともとおにゃんこクラブに所属していた渡辺と乃木坂46に所属している与田が共演することで、同じ秋元康氏プロデュースグループメンバーの共演が叶うことを話題に挙げた品川。二人は連絡先も交換したというが、与田が一度携帯をなくしてしまったことから、もう一回交換していただけますか。裏で言いづらくて、と明かすと、裏でやって、笑、と突っ込みが。しかし、これに便乗する形で庄司が水上に、一緒に筋トレしていただけますか、杉本が品川に、連絡先交換していただけますか、と次々提案を申し込む事態となり。最後には品川が大平に向けて、今度うち泊まりにおいで、と誘い笑いが起こった。イベント終盤、撮影時のアウトなエピソードを話す場面では、品川が上腕を3時に現場から出さなきゃいけなかった時があった、と告白。もともと予定されていなかったアクションシーンであったが、品川自身が撮りたくなっちゃって、と急遽3人のシーンを撮影することになったと言い、30分で撮って出した、と急ピッチで撮り終えることができたという撮影秘話を明かした。そして、大平が汗をかいていることに気づいた品川は、めっちゃ汗かいてるじゃん。どうしたの?と心配している様子。大平が、舞台挨拶毎回汗かくんですよ、と打ち明けると、与那城は持っていたフリップで大平を仰ぎ、品川も、照明落としてもらう、と気遣っていた。舞台挨拶の最後に、品川は、ヤンキー映画というと、荒くれ者たちが暴れているだけっていうイメージもあると思うんですけど、その中におじちゃん。おばちゃんの愛情とか、千尋の背負ってるものとかを主人公が感じ取って、仲間を選ぶかっていうところに向かっていくストーリーなので、それが本当に若い出演者たちの役者に対する思いやアーティストとしての思いとかっていうのがリンクして、すごいアクションにつながってると思うので、その辺を感じながら映画を見ていただけると嬉しいです、と伝えていた。